ぐらい。どうしよう、これは無理かもしれんな。ピスタです。はい、はい、皆さん、あっちい夏いかがお過ごしですか。今日のね、動画はね、格別に気合い入っちょる。まず本日の動画なんですが、ちょっと邪魔だなこれ。まず今日の動画は当チャンネルの超おなじみ人気企画、初見で叩いてみたの超絶リベンジ編。今日のこの超絶リベンジ編ということなんですけれども、ベイスターのチャンネルはそもそもね、この初見で叩いてみたの、特にショート動画人気があってですね、たくさん僕頑張って更新してきたんですよ。その初見で叩いてみた企画の動画だけで言っても50曲以上やってきたんですよ。特に多かったコメントがね、これ初見だけじゃなくて本気バージョンも聞きたかったなっていうコメント、そしてビースさんが今まで初見でやってきた曲の中で特に難しい曲なんでしたか、これもすごい多いコメントなんですよ。この2大多いコメントを、うん、しまして、今日の動画は超絶リベンジ編なので、一番難しかった楽曲リベンジしたいと思います。最近もいろんな楽曲をちゃんと本気バージョンに落とし込めてきたという自負はあるんだが、1位の楽曲に関してはね、果たして本当にこれ乗り越えられるのか、まだ未知数ですマジで。だから気合を入れてるわけなんだな、から元気じゃないよ。では早速、じゃあそのビースさんにとっての第1位の曲が何なのか発表します。私ビースさんが皆様から数多くのリクエスト曲をお受けしてきた中で最も難しかった超絶難易度鬼畜楽曲ナンバーワンは、カッカッカッこのリーフ様というね、もう超天才作曲家様が制作されたこの楽曲、この曲は知る人ぞ知る超ヤバヤバ曲なんですよ。普通みんなが聴いてる普段の曲って4分の4拍子じゃないですか。これに対して5拍子と6拍子と7拍子、これが同じテンポの中で同時進行します。はあ、意味わかんないでしょ。当然初見ではできるわけがなくて、まあ、はちゃめちゃな様子だったんですよね。ところがですよ皆さん、これ運命的だなって思ったのが、このカの作曲者リーフ様がなんとですね、つい最近このカの楽曲のリズムをかなり視覚的に見やすくした映像をご本人制作でこれ上げられてるんですよ。これがまためちゃくちゃこのリズムの謎解きのヒントになりそうなんですよ。だからこの映像をみんなと一緒に見ながら、じゃあそこにビスさんドラムどうつけんの、この過程を皆さんに伝わるように、その魅力、面白さが伝わるようにお届け、そうして最後にビスタンリベンジを果たすかの本気バージョンをしっかりバチッと決めて披露させていただきたいと思います。これぜひ最後まで見てください、約束。そしてビスタンがね、こんだけ気合入ってる理由もう一つあるんですよ。気合が入っている理由その2、お気づきの方もすでにいるかもしれませんね、この子ですよね。ビスタンチャンネル5年間やってきて初めてです、これつけるの嬉しいんですよね。だからそうなんです、なんと今回の動画はあの TikTok ライト様にスポンサーについていただいております。拍手。まあ、TikTok ライト、これすでにね、使ってる方も多いかと思うんですけど、TikTok ライトは動画を見たり、いいねして獲得したポイントを、TikTok ライトアプリ内で QR コード決済アプリ用のポイントや、電子マネーやクーポンなどと交換することができてしまうというアプリです。ね、皆さんも普段見るでしょ、いろんなショートの縦動画、それをねたくさん楽しめるだけじゃなくて、とにかくお得で便利、動画の後半でより詳しく、そしてさらにさらにお得なキャンペーンについてもご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、どうも。気を取り直して、で最初の挨拶にも言ったんだけど、本家様、作曲者のリーフ様が上げてる4の倍数、5の倍数、6の倍数、7の倍数のリズムが同時に進行してるっていうこの解釈、それをね動画で解説してくれてるので、まずその動画も一緒に見に行きたいんですが、
リズムとかドラムとか全然詳しくないんだよねって方も絶対多分得るものあると思う。僕もね、全然このカという楽曲のリズムまだまだ全然咀嚼しきれてないんですよ。だからみんなと僕同じ立場だと思って、一緒にパズルを解いていくような気持ちでどういうリズムになってるのか紐解いていこうか。まずこのカという楽曲がどういう世界観、そこから見ていこうよ。僕そういう世界観、メッセージ性までドラムに落とし込むってことを大事にしてるのよ。だからみんなにもね共有したいのよ。だからあの概要欄見てみようぜ。まず楽曲の没破損データとして生まれたものを書いた曲です。自分は何か欠落しているんじゃないか、劣った人間なんじゃないかと、自分なんか必要ないんじゃないか、そう思う瞬間誰にでもあると思うんですよね。こう見えてビスさんにも意外とあるんだぜ、そういう気持ち。なんだろうね、いろんなコンプレックスだったりトラウマだったり、なんか自分の無力感だったり虚無感だったりを感じている人の心象風景なのかな。でこのカっていう漢字の意味し調べてみると、幽霊文字と呼ばれる本来正しい読み方と意味が存在しない漢字、そんな漢字があるんだ。幽霊部員の漢字版みたいなことか。幽霊漢字、存在はしてるけど中身は空っぽみたいな、その空虚な意味を表してる漢字でいいね。そのタイトル自体も冒頭の挨拶でも言ったそのリーフ様ご自身、作曲者自身が上げた解説動画、解説動画っていうか本当視覚的に見やすくしてあるんだよね。 BPM は125一定で4567倍数のリズムを多用した曲です。普通の音楽でこれをやったらめちゃくちゃデタラメになっちゃう。でもちゃんとこのカという楽曲においては音楽的に成立をしている、その整合性が取れる、そこが緻密に作られてるんですね。ちょっと まず見てみようか、どういうことか。こんな感じになってます。すごくない？上から4の倍数のリズムライン、5の倍数、6の倍数、7の倍数のリズムラインが同時に進行していて、その時鳴っているパートだよね、オーケストラだったりピコピコだったり、どのリズムの枠でその時鳴っているのか見て、これ点々の動きがちゃんとこの心臓のドゥ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 って波形の大きさに合わせてリズムのタイミングでその音が大きくなってるかってちゃんと視覚的に分かりやすくしてくれてる。え、マジで？待って、概要欄に書いてあるんだけど、この丸の動きは手作業で合わせたのでほんのちょっとズレがあるかも。マジで手作業で、もう俺リーフさん好きだわ、勝手に仲良くなれそうな気がする。いやこれマジで途方もない作業だと思うよ。いや僕もね動画編集するから分かるの、これがどんだけ大変か。例えばこういう動きだよね、あの本当にアナログな作業なのよ。それをこれやってんのは大好きです、この職人的変態的こだわり。ただねちょっとねこの動画でやってること自体は分かったんだけど、それがじゃあどうリズムとして成立でき得ているのかまでちょっと感覚的につかめないな。みんなもうまだはって感じだよね。いやちょっと待って、じゃあの絶対わかるよ、みんなにもわかるようにするから。音楽ソフトに打ち込んでみて考えようか。はい、まず125のテンポっていうのはこれだよね。でさっきの画面の一番上のラインは2拍に1回線が引かれたから、それを打ち込んでこういうこと、だから曲中で鳴っている心臓のパートはこのテンポで鳴ってる、ドゥッ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 で、この尺を5等分する、だから125のテンポの8拍分の長さを5等分する。もうこんがらがってきたね。だからこれがケーキだとしたら5人いて、ちゃんと5人ぴったり同じ大きさに分けてねっていうつもりでこれを5等分する、えい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 って。なので打ち込んだ結果5の倍数のラインだけ鳴らすとこういう感じになる。いくよ、むずいむずい。さあ出揃いましたよ、4つのリズムラインが。聞いてみよっかこのリズムをね。いくよ、せーの、いやもう音楽室の休み時間じゃん。いやなんか
怖くなってきたの。こういうことでいいんだよね。合ってるよね。いや、これで合ってるんだよね。なんか怖くなってきたな。ひらめいた音符の幅とあの映像のメモリとが重ねた時に一致すればこの解釈は合ってるんだ。ちょっと見てて。でこうしまして、映像の方もこうしまして、緑のこの音符の切れ目と音のメモリの切れ目が一致すれば、その音符の長さの関係はちゃんと全部合ってるってこと。つまり解釈が間違ってないっていうことのはず。さあ重ねて、おー見て、合っちょるね、合っちょる合っちょる。いやまだは？だから何なのって人まだいますよね。大丈夫、置いていかないから。これができたことによってこういう解釈がちゃんと確認できるようになる。ちゃんと曲と紐づけて聞いてみましょうか。わかりやすい位置で言うとこの箇所、まず聞いてみて。このハッハッハッっていうコーラスのラインとドゥッ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 、心臓が一緒になってるのわかります？この心臓は4の倍数のライン、これね、4の倍数のテンポ。これに合わせて曲を聴いてみると、じゃあ7の倍数のテンポ感こんな感じでしたね。このタンバリンの音で打ち込みました。これを曲中に合わせて聴いてみると、こういうことなんです。4の倍数のリズムと7の倍数のリズムのパートがそれぞれここで動いていると。で曲中でその組み合わせがいろ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 組み替わっていくんですね。だからこうやって打ち込んで一旦客観視することで、これだけ複雑なリズムが絡んでる中で特に曲の印象として拾いやすい部分はどこかなっていうのを掴むためにこの作業をしました。どの箇所で何拍子のラインが起きてるのか、その移り変わりを打ち込んでみました。例えばこの箇所で言うと、ここは7の倍数です。ここは5の倍数です。ここは7の倍数です。ね？こうするとちょっとノリの移り変わりつかみやすくなるじゃないですか。これをしたかったんですね。これでだいぶドラムというね、アクセントとかダイナミクスを曲に添えてあげる役割としては解釈がしやすくなった。よりこれをまとめて一気に分かりやすくしてくれてたのがあのリーフさんのご本人の映像なわけですね。あれだけでも十分めちゃくちゃ分かりやすかったんだけど、ドラムに落とし込むっていう作業をする上では作業が必要でしたね。いやー、なんかあの線が重ねて一致した時マジで名探偵になったような気分でしたわ。この感動みんなと共有できてると嬉しいんだけどな。ただここがゴールじゃないから、これを叩けるようにならないとね、何してもめちゃくちゃ難易度が高いことには変わりがないんで。ただ向き合って理解を深めるこの一歩はとても大きい。ここからはひたすらに練習だ。というわけでいくぞ、せい。まあなんとか終わりは見えてきたかな。ご本人が上げてる解説動画で、なんて言うんだろう、神の領域の片鱗にちょっと触れられてるかもみたいな感覚ですわ。いや僕もね、仮にもリズムのプロなんですよ。もうなんか同じ境地にいるとは思えない。どういう脳みそしてるんだろうって。時間も今までで一番かかりてるもうダメだ。あー、休憩しよう。休憩しがてらね、 TikTok ライトでポイ活しちゃいますか。さあというわけでね、 TikTok ライトの便利なポイントだったりダウンロードの方法、使い方、キャンペーンの紹介、ここでしていきたいと思います。まずね、僕ね、魅力から伝えたいんですよ。どう、何がいいのか。僕もこれ本当にいいなと思ってるんですけど、まず何が魅力なのか、何がお得なのかってとこからまず話させて、その後で詳しい使い方とかダウンロード方法を説明するから。まずさ、皆さん日々動画見るでしょ。まあ、この僕の動画で見てくれてるくらいなんで見ると思うんですけど、この TikTok ライトでは動画を
見る、動画にいいねを押す、動画を友達とか家族に共有する、こういう多分皆さんが日頃からされているような自然の動画にまつわる行動、これにポイント獲得が常に付随してくるっていうアプリなんですよ。いやもう得じゃん、もう得じゃん。でその貯まったポイントでキャッシュレス決済のポイントに交換できたりとか、他のクーポンに交換できたりとか、特にさもう今なんてさもうどんどんキャッシュレス時代じゃないですか。だからもうほとんどのことができるわけですね、そのポイントで。まあだから当たり前のことを言うんですけど、貯めれば貯めるほどいいものなんですよ。もう一つの魅力が TikTok ライトではね、いろんなタスクを提案してくれるんですよ。例えばいいねを3回どれかの動画に押したらポイントがこうつきますよとか、友達に紹介したらドドーンとポイントがつきますよとか、まあ、いろんなポイント獲得のタスクをこの動画内でどんどん提案してくれるんですよ。動画見る線の方も多いと思うんですよね。別にいいねとかコメントとか共有まではしないなみたいな方も多いかと思うんですけど、でポイントを獲得できるというこのきっかけ、タスクをもらうことによって、で新しい面白い動画とかすごい魅力的なクリエイターに出会っている。めちゃくちゃ良くないそれって。そうしてるうちに、あ、気づいたら、あ、こんなにポイント溜まっちゃってる、じゃあこのポイントで何しようみたいなさ、支払いとかだってできるんだよ。この好循環を生んでくれる、これが素晴らしい仕組みだと思ってます。それいいに決まってるじゃないですか。だって見るでしょ。てかこれを機に見な、いっぱいね。これやらない手はないですよ。もう始めた地点からいろんなお得が始まっていくから、今始めた方がいいですよ。だから見るだったらば、ポイ活ポイ活。じゃあ、お次はダウンロード方法だったり使い方だったりキャンペーンの情報、すごく簡単です、そしてお得です。まずダウンロードは概要欄にあるリンクから TikTok ライトのアプリをダウンロードしてください。ダウンロードができたら起動してもらって、アカウントの登録が必要になります。必要な情報を入力してアカウントの作成をしてください。すでにお持ちの方は自動的に TikTok ライトとのアカウントを連携してくれますので、これも便利ですね。お次に機能だったり使い方のお説明。さあメインのページを開いてもらうと、早速動画楽しめるページになってるんですが、まずはこの左側のアイコンをタップしてみましょう。随時ポイントがアップデートされます。アプリ内で獲得したポイントの交換やポイントをさらに獲得できるタスクの確認は、この下の真ん中のマークをタップしてもらって入ったページで確認することができます。ポイントの獲得方法は動画を視聴することだったり、いいねを押すことだったりとか、このタスクがね、なんかミッションとかクエストみたいな感覚でね、すごい楽しいんだよね。で、特にね、友達や家族に動画シェアするとめちゃくちゃお得にドカンとポイントを獲得できたりもします。そしてこの夏ですよ、さらにめちゃくちゃお得にポイントがゲットできちゃうキャンペーンが始まるんです。8月17日から8月25日の期間、ヒカキンポイントブンブン祭が開催中なんです。なんと総額16億円分のポイント山分けだったりとか、通常タスクによる獲得ポイントも増加中だそうです。 TikTok ライトに1人招待すると5000円分のポイントがもらえるんですね。でさらに紹介する人数が多いほど、より獲得できるポイントも増えて、例えば友達4人招待したら、なんと270万ポイントもゲットできます。 TikTok ライトのね X 公式アカウントもフォローしてもらうと、より随時お得なキャンペーン情報がゲットできるみたいなので、こちらもぜひフォローしてみてください。今の時代って本当にポイントでできること増えたじゃないですか。電子マネーにチャージしたり、僕だったら好きなおやつを買ったりね、消耗品をゲットしたりとか、それが動画を楽しみながらできるっていうのが最高だよね。早く始めれば始めるほどお得なので、ぜひ皆さんにも楽しんでほしいと思います。よし、なんかまた英気が復活してまいりましたので、引き続きドラム練習頑張るぜ。というわけで、最高に強大な挑戦の壁を乗り越えと見せるぜ。練習引き続き頑張ります。はでいってや、ついにここまで来たな。最後に本気バージョンを聞いてもらう際に注目してほしいポイント、ビスタンのノリメーターなるものを作った、ここに表示しておく。チュイン、これを見たらビスタンが今どの倍数のリズムでノリを掴んでいるのかっていうのが、曲が進むごとに分かるようにしました。これ正解って意味じゃないですからね、そこ気をつけてもらいたい。このカという楽曲はね、何度も言ってるように複雑なリズムがたくさん絡んでるから、解釈のルートが幾通りも選ぶことができるんですね。これがこの曲の深みだよね。
あくまで今回は複雑な変拍子曲の正解を提示しますっていう意図ではなくて、僕はこういう風に解釈をしたよっていう音楽への取り組み方や向き合い方を皆さんにお届けできればと思っての本気アレンジなので、そこはよろしくね。長くなった。仲間たちよ、ここまで一緒に来てくれてありがとう。次は最後のフェーズだ。ビスさん的に一番難しかった曲第1位、超絶リベンジ編本気バージョン。カッカッ。どうでしたか皆さん、ビスタンの本気バージョン、まあ、今の僕にできる全力を出し切ったと言えます。皆さんにとっても新たになんか音楽を楽しむ、よりその世界にずーっと飛び込んで、あ、この曲のこの音、この映像はこんな風に心に飛び込んでくるんだっていう、そのね、新たな一歩が僕のこの今日の動画で生まれたら、それが一番の本望。これがね、楽しさなんだよね。ちゃんと向き合って、ちゃんと掘り下げた時にしか見えないこのカタルシスね、これが僕のやりがいです。いや、今日もなかなか濃い動画になったんじゃないですか。なんせね、ナンバーワンの曲ですから、リーフ様のか。皆さんもね、もう大画面大音量であの映像とね、曲を楽しんでみてください。今日は嬉しいことたくさんでした。ぜひ今後も皆さんのね、この曲やってほしいとか、こういうことやってほしいとか、どしどしコメント欄にお寄せくださいね。今日ご紹介した TikTok ライトもぜひ概要欄からダウンロードしてね。というわけで、今日は最後までご視聴くださりありがとうございました。またお会いしましょう。ビースさんでした。バイビース。